第31回県民健康調査検討委員会を開催いたします。はじめに新しい委員をご紹介いたします。公益財団法人、放射線影響研究所疫学部長の小笹小太郎委員でございます。小笹委員は前員の小玉和典議員から辞任の申し出があったことを受け、新たに放射線影響研究所からご推薦をいただき、委員にご就任いただきました。続いて本日の委員の出欠についてご報告申し上げます。本日は稲葉委員、加藤委員、高野委員、菅根委員および山崎委員の5名がご欠席で、13名の委員がご出席でございます。また甲状腺検査評価部会部会長の鈴木源委員にもご出席いただいております。以上ご報告申し上げます。次に県の今年度の新任の職員をご紹介いたします。保健福祉部長の佐藤博隆です。この4月に保健福祉部長に就任いたしました佐藤博隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は検討委員会の委員の皆様にはご多忙のところご出席をいただきまして誠にありがとうございます。また甲状腺検査評価部会の部会長でもあられます鈴木源先生にもご出席いただいているところであります。厚く御礼を申し上げます。県民健康調査も開始から今年度で8年目を迎えまして、この間県民の皆様の生活環境の変化に伴いまして放射線による健康影響などについての捉え方も多様化しております。そのような中、県民一人一人の健康に対する不安に寄り添い心身の健康の向上に寄与するために県民健康調査が果たす役割は大変大きなものがあるというふうに考えております。また復興をさらに前へと進めていくためには県民の健康が何より重要でありますことから、県といたしましては生活習慣病の予防対策など健康づくりに対する機運の醸成を図り、全国に誇れる健康庁の福島の実現に向けた取り組みを進めているところでございます。県民健康調査はそのための大きな取り組みの一つでもございます。委員の皆様には専門的見地から広くご助言等を賜りますようお願い申し上げまして、冒頭のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。続いて議事に移りたいと思います。それでは星田長よろしくお願いいたします。はい、皆様今日は交通機関の乱れなどもありまして大変だと思いますけども集まりいただきましてありがとうございます。早速ですけれども議事に入らせていただきます。それに先立ちまして議事録署名人でございますが、私からの指名でよろしいございますか。はい、それではこれまでの順番からでございますが清水委員と高村委員にお願いしたいと思いますがよろしくお願いいたします。それでは議題に入らせていただきます。まずは基本調査から入ります。事務局からの説明をお願いいたします。はい、基本調査を担当しております石川と申します。資料1に基づきまして基本調査の実施状況についてご報告いたします。今回の資料では最初に調査の概要として目的対象者を示しておりますけれども、これらは調査当初から変わっておりません。引き続きこちらに書いてあるような目的および対象者で調査を進めております。続きまして項目の2番目の括弧1問診票の回答状況ですが、平成30年3月31日現在表1に示したような状況となっております。前回ご報告したのが平成29年6月30日現在の回答数でして、それ以降平成30年3月31日までの間に詳細版で72件、簡易版で909件の計981件の回答をいただいております。ただしこれらは線量推計が可能な回答の数でして、拒否であったり呼吸困難などの線量推計が困難な回答の数はここには含まれておりません。その下ですけれども年齢階級別の回答率については表2の通りとなっております。続きまして括弧2の線量推計作業結果通知に
ですが、今回から占領水系が困難なものを除いた有効回答数をお示ししております。有効回答数は55万3705件で、この 99.9% にあたる回答につきまして、推計作業が完了し、その大部分につきましては結果通知も完了しております。詳細は次のページの表の3に示しております。表3におきまして、今回から新たに有効回答数、有効回答率という欄を真ん中あたりに設けております。占領推計済み数や結果通知済み数はこの有効回答数を分母にして計算しております。なお有効ではない回答にはどのような回答があるのかということを表の3の下の中の2に示しております。中の2の内容につきましては前回ご報告した内容と同様の内容となっております。なお表の3を市町村別にお示ししたのが5ページ目の別点資料の1になっております。お手数ですが5ページ目をおめくりいただきまして、別点資料の1ですが、こちらにつきましても真ん中あたりに有効回答数、有効回答率という欄を新たに設けまして、占領推計済み数や占領、結果通知済み数は有効回答数に対する割合で計算するようにいたしました。2ページ目にお戻りいただきまして、真ん中のカッコ3、一時滞在者等の回答状況、占領推計作業等ですが、一時滞在者等に対する推計作業も継続して行っておりまして、状況は表4の通りとなっております。こちらの表4につきましても、新たに有効回答数、有効回答値という欄を設けております。続きまして3ページ目、実行占領推計結果の状況ですけれども、表3に示した占領推計済みの対象者から推計期間が4ヶ月未満の方を除いて占領別の人数分布を集計した結果を表5に示しております。占領別の人数分布に大きな変化はありませんが、県中の最高値が更新されたということはご報告しておきます。従来の最高値は 6.3 ミリシーベルトでしたが、今回10ミリシーベルトに更新されました。ただこの方はずっと県中に住んでいたわけではなくて、仕事の関係で避難区域にしばしば立ち入っていたため、このような占領となっております。続きまして4ページ目の、実行占領推計結果の評価ですが、占領別の人数分布に大きな変化はないため、推計結果の評価につきましても、従来と、変わっておりません。続きまして項目の5番目の問診票書き方支援活動です。平成29年度下期は冬休み期間に甲状腺検査会場における書き方支援を計6回、2月に1回、春休み期間に計8回実施しました。また引き続きホームページおよびコールセンター等を通じて、自らの被爆占領を知りたいという方に対する窓口を確保しております。次のページからは別点資料となりますけれども、別点資料1につきましては先ほど申し上げましたように有効回答数、有効回答率を新たに設けるという変更をしておりますけれども、その他の別点資料につきましては以前と同様の体裁で数字を更新したという形になっておりますので説明は省略させていただきます。以上となります。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではまずご質問からお受けしますが、委員の皆さん何かご質問があればどうぞ。よろしいですか。はい、基本調査は粛々とという感じでありますけれども、会番の配布っていうのはその市町村の窓口とか行くといつでも受けられるというようなことになっているんでしょうか。はい、
つい、先月ぐらいまでは、簡易版の問診票を、市町村の役場に備え置いていたんですけれども、ちょうどですね、問診票の返信用封筒の期限がちょうど来ている頃でして、ちょうど先月あたりに、差し替えを行いまして、今現在は基本調査の案内をするリーフレットを、窓口に置かせていただくような形になっております。はい、ありがとうございます。いずれはまた市町村の窓口に配布ということですね。問診票そのものを住まい置きますと、返信用の封筒の期限がどうしても2年間と決まっているものでして、2年ごとに、差し替えをすると、必要が、出てきます。県民の、皆様方の、この、市町村役場の利用状況を見ますと、それほど多くないということもございまして、返信用の、封筒の期限を気にしなくてよい、基本調査を案内するリーフレット、これを、なくなるまでというか、足りなくなったらこちらから補充するという形で、リーフレットを、置かせていただくという対応に、今現在しております。はい、わかりました。他に何かご質問ありますか。よろしいですか。はい、それでは、基本調査については引き続き線量評価から通知お願いをしたいと思います。それでは次です。心の健康と生活習慣に関する調査について説明をお願いいたします。はい、それでは平成28年度の心と生活習慣室の室長の前でございます。本日は平成28年度のですね、昨年2月に行われた、心の健康生活習慣に関する調査の結果と、それに基づいた支援の結果について、支援の実施報告についてした、その点についてお話したいと思います。では結果、まず昨年2月行われた調査結果の概要ですけれども、資料 2-1 にその概要が書かれてありまして、資料 2-2 にですね、その詳細な報告がございます。でただ今日はですね、より分かりやすくご説明するために、資料 2-4 をご覧ください。これは、パワーポイントの様式で、結果の概要についてまとめてあるものでございまして、前々回にこれでこういった形で報告しましたので、今回もこの形で報告したいと思います。で、平成28年の結果概要と、平成23年からずっと調査をしておりますので、その年次の推移ですね、これについても同時にご説明したいと思っております。で、今回の、ご説明する内容は今までと同様でございまして、子どもに関しては健康状態、運動量、情緒と行動に関する質問し、 SDQ と言われております。それから一般の方々に関しても、どういう健康状態、睡眠満足度等についてお話しします。で、スライド番号の3番ですけれども、我々が今日特にご説明するハイリスクアプローチのための尺度、3つございます。これも例年通りなんですけれども、まず SDQ 子どもに関してはこれに基づいた報告をしたいと思います。一般成人に関しては K6、 全般的な健康、精神健康ということです。でただもう一つですね、平成23年から初年度からしばらく3年間使って、その場合ちょっと質問項目数が多いということで削ってました、トラウマ反応を見る尺度ですね、PGCL というものですけれども、これに関しては一昨年に4項目版、簡易尺度ができまして、その標準化も終わりましたので、平成23年8年の調査からこれを用いておりますので、今期間についてもご説明したいと思います。で、資料2-4の、まずスライド番号の5ですけれども、主観的な、子どもに関する主観的な健康状態についてです。ちょっと小さくて見えづらいんですけども、一番端っこの方ですね、黒く見えるところが、主観的健康状態が悪い、極めて悪いと答えている方、これはほとんどお母様が記載されたものです。保護者が記載したものになります。で、0歳から6歳が 0.6%、4歳から6歳が 0.5%、
等々となっていますけれども、これ県内で見ますと、初年度はですね、まあ、0歳から6歳まで 2.1%、そして小学生が 2.9%、中学生 4.7% でございましたので、いずれもですね、かなり大幅に良くなっておられます。でこれはご家族がまあかなり安心してですね、こういったような期待をされたということで、まあ、非常にこれ良い指標だと思っています。じゃ次 の, スライド6ですけども、これは子どもさん方 の, 普段の運動量を聞いたものでございます。これも、一番右側ですね、この黒いところですけども、ここはもうほとんど運動していないと親御さんが記載しているところです。小さい子どもさんで、3% 程度、それから小学生で 30% となっています。でこれ小学生が急に上がるのはですね、これはこの運動に学校での運動が入っていないということもありまして、1ヶ月上がっているということです。これもですね、初年度が例えば小学生の場合は 45% の子どもさんが全く運動していない、中学生は 47% が運動していないとお答えになっておられましたし、ちっちゃい子どもさんに関してもですね、未就学児に関しても2割、ぐらいの方がですね、運動していないと答えられていますので、まあ、かなり、改善していると、まあ、運動もかなりですね、できるようになったということを示しております。それから次のスライド7でございますけれども、これは SDQ 情緒と行動のに関する調査結果でございます。これは質問紙で親御さんがつけておられるものなんですけれども、これですね、県内と外で前回と同じく県内外で比較して共有しております。で点線のですね 9.5% という点線がありますけれども、これは非被災地ですね の子どもさん方のデータです。でまあ、見て分かるように県内の被災し子どもさんに関してはですね、ほぼ日本非被災地の子どもさんと変わらないところまで下がってきております。経年変化は後にお見せしますが、一方県外の子どもさん方はですね、かなり悪いデータとなっております。特にですね、中学生ですね、で県内県外の差がかなり大きくなっているという結果でございます。でそれから、その次がスライド8番ですけども、主観的健康状態を示しております。これで、健康状態が悪い、というか極めて悪いと答えた方が 17% ぐらい、おられますが、これはですね、初年度が 18.5% なので、ちょっと少し改善したということでございます。それから、これに関してはですね、平成28年に同じ年のですね、厚労省の 国民生活基礎調査の方でもで見ますと、まあ、健康状態若干悪い、あるいは悪いと答えた方が 17.1% ですので、それも、ごめんなさい、国民生活基礎調査の方が 13% ぐらいですから、少しこちらの方が高いというふうになっております。それから次が睡眠満足感ですけれども、これもこれはですね、まあ、不満の方がですね、約6割ぐらいおられます。で、これは初年度がですね、 66.7% の方が不満と答えられていましたので、まあ、少しは改善しているということですけれども、まだ相変わらず少し睡眠満足度に関しては不満の方が多いという結果でございます。それから次の BMI ですけれども、これもですね、右側の方をご覧いただければと思います。肥満度1というのは BMI の25以上で、肥満度2が30以上ですけれども、これ男性が 30.6%、 肥満度2が 30.6%、 肥満度2以上が 5.5%、 女性がそれぞれ 21%、 5.3% になっています。これはですね、同じ厚労省の健康日本21分析評価事業の中では、25以上、男性がですね、BMI25 以上の方が 24.1%、 30以上、肥満度2以上の方が 4.3% ですので、まあ、それぞれですね、男性の方も高い数値でございますし、同じく女性に関してもですね、厚労省の調査では 15.7% が、25以上で、30以上が 3% ですから、まあ、これに比べてもですね、まだ高いということでして、
BMI、まあ、肥満に関しては、肥満被災者の方がまだちょっと肥満傾向が強いというのがこれ表れております。それから年次で、推移を見てもですね、あんまり変化しておりません。BMI に関しては引き続き、注意を払う必要がある結果だと思っています。それからスライド11時ですけども、普段の運動量でございますけれども、これはですね、この左の方もですね、見てもらえればと思います。週に2回以上運動している方が2つの、毎日していると、週に2回以上して2回から4回しているという方を合わせますと、約4割、40% です、ね、の方が、運動しているということになっております。これは同じ年の、厚労省の国民健康栄養調査によると、日本の平均の方が 30.6% ですから、かなりもしろ被災者の方がよく運動しているということがこの結果から見て取れます。で、経営感については後にまた触れてあります。それから喫煙状況、その次のスライドですけども、これは、吸っているという方が 15.4% でございますけども、同じくですね、厚労省、これ、ごめんなさい、JT の全国喫煙者率調査によりますと、19.3% が、吸っていると、日本全国ですけども、という値がありますので、まあ、それよりも低い数値でございます。また、年次推移を見てもですね、初年度が 20.7% で吸っていたということを答えていますので、まあ、かなり、減少しているのかなと。から、その次、飲酒状況に入りますけども、まず飲酒率ですね、お酒を飲まれているという方がですね、41% の方が、月1回以上飲んでいるというふうにおっしゃってますが、同じ厚労省のですね、国民生活基礎調査によりますと、飲酒率 42%、日本の平均がですね、ほぼ同じ質問です。同じ質問なんですが、まあ、ほぼ同じ飲酒率ということが出ております。それから、刑事に関しては、ね、後に年次推移に関しては後にお見せしますが、これについてはちょっと日本の標準データがございませんので、比較はできませんが、まあ、厚労省の中で、生活習慣病リスクを高める飲酒率というのは、男性 14.7%、女性 9% ですから、まあ、ほぼ同様の結果かなというふうな感じがあります。です。続いて、一般成人の方の軽視区、全般性的な精神健康状態を見る尺度、これはまあ、うつ病であるとかですね、不安障害のリスクが高い方、高い住民の方々のデータでございますけれども、で点線、破線がですね、3% でございますけれども、これが日本の、標準人口の値でございます、ハイリスク。これに比べますとですね、やっぱ県内で 6.4% と、やはり倍ぐらい高いんですけども、まあ、ここでもですね、県外の方がやっぱり 9.4% で非常に高くなっておりまして、3倍ぐらい高くなっております。で、まあ、その他ですね、主観的健康感や睡眠状況の、睡眠の満足感ですね、あるいは運動習慣、こういったところで県外の方の方が県内も少し悪いという状況になっております。それから、その下が15枚目のスライドですけれども、トラウマ反応、PCL を見たもの、PCL で評価したものでございますけれども、これは日本の標準人口のないので比較できないんですけれども、県内、県外といいますと、やはり県外の方が若干トラウマ反応強い結果になっています。でこれについてはですね、ここには書いてない、出してないんですけども、震災時の体験を尋ねた施設の項目を見ますと、津波原発事故ともにですね、県外居住者の方が効率に経験しておりました。従いまして、やっぱりトラウマ反応を強く持っている方が県外に見なされているというような結果に、なっているんじゃないかと、まあ、これは、想定される結果ではないだろうかと。それから、16枚目のスライドですけれども、放射線健康影響に関しての結果です。ここではですね、約 32% の方が可能性は非常に高いというふうに答えられています。
これはもっぱら甲状腺であるとか白血病とかそういったがん、まあの発生等のですね、更年期についてはというものでございますけれども、それからその次のスライド、17枚目のスライドですけど、これに関しては世代を超えた影響ですね、遺伝等のことに関する影響ですけれども、これに関してもですね、35% の方が、可能性があるというふうに心配されているという状況でございます。経年変化に関しては後にまた報告します、ご紹介しますけれども、東京都民に対して行われた調査によると どちらも 50% の方が心配しているという、約半分の人が心配しているという答えで、三菱総研の調査ですけれども答えてますので、それよりも低いですけれども、やはり相変わらず高い状況であると思います。それから、心身の問題についての相談先、15、18枚目のスライドですけれども、これちょっと見にくいんですけどもですね、ほとんどの方が親戚、家族、それから友人、知人にご相談 しております。でですね、それから市町村の窓口と答えた方もかなりたくさんおられまして、おられますが、ですね、一番下ですね、白抜きの棒がですね、相談できる期間がないというふうに答えた方が約4000名ぐらいおられます。で、これもですね、やっぱりちょっと県外の方の方はですね、こういった相談先がないという方の率がですね、県内が 13% で、県内は 10% ですから、やっぱりちょっと県外の方は相談先がないのかなという、県内に比べたら少ないのかなという感じがしました。それから、次の次の19番のスライドですけども、ここから電磁水のことについて、より詳しく、ご説明したいと思います。まず最初回答率ですけども20番のスライドですけども、初年度非常に高かった4割を超える方が回答していただきまして、非常に高い回答率だったんですけども、その後一気に減ってきまして、25年度には26%が下がりまして、その後ですね、市町村との連携を強化したりとか、個人結果をフィードバックしたりとかですね、いろいろ努力を積み重ねて、なんとかかんとか 20% が前半の一応返信率、回答率で現在推移しているという状況でございます。で、その次のスライドはですね、年代別に見た回答率の推移でございます。で、これ見てお分かりのようにですね、お子様のですね、子どもさん方のですね、返信率、つまり親が、書いて返信した率は初年度は6割を超える非常に高さでございましたが、ここは非常に下がっていってですね、2割程度の前に下がっていってまして、子どもさん方、親御さんが少し安心されたということは結果の反映かもしれませんけれども、子どもさん方の方で非常にその返信率が下がっているということがございます。それから、次の22枚目のスライドが、SDQ、子どもの情緒の問題行動に関するハイリスクの子どもの支援が必要だと、要支援の子どもさん方の支援率の推移、要支援率の推移でございます。で、これもやっぱり初年度はですね、どの年代をとっても非常に高い、要支援率だったんですけども、それがだんだん下がっていきまして、下がっていっているということを示しています。先ほど言いました、県内外の差があるんですけども、総じて、かなり下がってきて、親御さんは安心してらっしゃるんじゃないだろうかというふうに、想像されます。で、23と24のスライドは、それぞれ男の子と女の子の16点以上の割合の子どもさんの推移でございます。で、この16点というのはこの SDQ で定められているカットオフポイントなんですけども、我々が支援しているのは20点以上でございますので、次のスライド25、26においてもですね、その推移を示しています。どれを見てもですね、若干男の子の方が少し高いんですけども、これは日本の一般的なデータでも男子の方が少し高くてですね、少し男女差があるということです。
おそらく男の子の方が少し問題行動を出しやすいのかなというふうなところの結果だなと思います。それからスライド番号28番が、普段の運動量を示しています。でこれも見てお分かりのように初年度がですね 51% ぐらいの子どもさんが運動していないというふうに答えていました。それが 42% ぐらいの時にね、年々かなり順調に下がってきているということがこのスライドから見て取れます。で、ここからは一般の方々がいますけども、次が飲酒ですね、問題飲酒になりますけども、刑事の2点以上ですね、問題飲酒の方々の割合率をの推移、年間の推移を示したものですけども、これも初年度は 17% で非常に高かったんですけども、それがですね、年々少しずつ下がっていっています。今 14% 程度まで、下がっています。それからその次のスライド、30ページ目のスライドですけども、これは、問題飲酒者の男女、今の刑事のですね、ハイリスク率の男女別のものでございます。男性が約、男性の方が少し当然のことが高く、女性の方が倍ぐらいありますけれども、これも大体おそらく日本標準的な違いを示しているものだと思います。ちょっと女性の方が下がりが低いような、これで見るとですね、そういう印象がありますけれども。で、続いてですね、我々が非常に重視しています尺度の一つである K6 の推移を31ページ目のスライドでお示しております。 K6 はまあちこちの被災地でもよく使われる尺度なんですけども、まあ、先ほど言いましたようにうつ病とか不安障害の可能性のある方々の率を示しております。これもですね、初年度 14% で非常に高かったんですけども、まあ、年々下がっていきまして、現在 6.8% まで下がってきています。ただまあ、日本の標準が 3% ですからまだ倍ぐらい高いというのと、若干ですね、少しこうぶどまり感があるというところが気になるところであります。それから次の32枚目のスライドはその男女別の推移を示しております。これで見てもですね、男性女性、女性の方がこちらの方がむしろ、高くてですね、男性のは少しこうそれに比べると差異が低いというような感じが印象が出てきております。それから最後のスライドが放射線リスク認知の33枚目のスライドが甲状腺や白血病のようながんのですね、ことをどれぐらい心配しているかという方々の3つでありまして、34枚目のスライドが次の世代ですね、孫や子供の世代にどれだけ影響するかということを心配している世代の推移でございます。これも毎年見ていきますと K6 と同じような経過をたどっていまして、26年度まで、すごく下がってきました。まあ、ここら辺はリスクコミュニケーションであるとかですね、そういったものの効果を示しているんだと思うんですけども、この3年間ちょっとやや不止まり感があるということが見て取れます。でどの年代をとってもですね、次世代影響を心配される方が多いということは偏見等の問題もありますので、心配されることでございます。で以上で平成28年度 の結果の概要及び年率についてのご説明を終わりたいと思います。続いてですね、その資料のまた戻りまして、2の資料2の3をご覧いただければと思います。昨年の2月に行われた平成28年の調査の結果に基づいて行いました、支援の実施報告をしたいと思います。でまず2の45ページですけれども、目的対象等はですね、支援とか介護制度に活用させていただきます。それから支援の方法ですね、これも特に変わりはないんです、ありません。個人結果を通知、しております。26年の調査からしておりますけれども、個人結果を通知しているということと、それから電話あるいは文書支援、文書による支援を行っております。で、4のですね、選定基準ですけれども、これも特に大きく変わることはございませんが、
その電話支援ですね、子どもさんは、特に大きな変わりないんですけど、一般の方々の場合ですね、この年からまた PCL を、トラウマ反応に関する尺度を用いてますので、その PCL に関してのですね、尺度による支援を一般の方に関しては加味しているということでございます。それからその他生活習慣に関しては高血圧、飲酒、お酒ですね、に関して、の具合の悪そうな方がおられたら電話をするということにしております。それからあと地域裁判の期待ですね、これにも基づいて支援を行っています。詳細についてはこちら のお読みいただければと思います。で2の48ページですけれども、そうやって行った支援の分類、結果の分類に関してですけれども、これも、ね、特に変わりません。特に計画観察の2というところですね、これはまあ少し注意しなきゃいけないという方々のことでございます。で、次のですね、次のページで、2の50横になったフローチャートがございますので、ちょっとそれをご覧いただければと思います。回答者が全体で 42,500 名弱おられますけれども、そのうちの支援対象になった方は約9000人でございます。子どもさんが538名、一般の方々が8655名となっています。で、左側に行きまして、子どもさん方ですけれども、その558名のうちのですね、電話支援の対象になった方が202名でございまして、そのうち、実際に支援が実施できた方々が169名、ということになっております。それから、まあ、文書支援した方が330名のことでございまして、その若干名がその後電話支援の対象になっております。で右側に来まして一般の方々ですけども、同じく電話支援をした方が、8655名中の2557名に電話支援を行っておりまし、電話支援対象者となっておりまして、うち2127名の方に電話による支援を実施しております。で右側は文書支援ですが、文書支援対象者はより多くて6000名でございまして、約6000名でございまして、うち273名の方が電話支援の対象者になっていまして、実際250名の方に電話支援を行っています。で、支援結果ですけども、これはもうちょっとこの簡略に、少しお話しさせていただきます。白の2の52を52と53が子どもさんに対する支援の内容でございます。支援の概要でございますけれども、まあ、比較的ですね、多かったのが発達の問題であるとか情緒行動の問題を心配される親御さんがおられた。それからさらにですね、親御さん自身が子育てで非常に相談心配された方が4分の1程度おられたということでございます。でそれで支援の結果でございますけれども、この2の54ページですね、こちらにありますように、支援した方の中の、電話支援した方の中のですね、5.5% の方が、さらに心配だという方々でということになっています。その理由としては、下にありますけれども、心身の、子どもさんの体調が、精神面でのことの気遣いであるとか、幼稚園の、心配であるということでございまして、その2の55の方に実際の方支援が書いてあります。多くは傾聴しております。で1名の方だけですね、継続支援となっています。続いて2の56の方では、一般の方々への電話支援についてお話したいと思います。2の56からが一般の成人の方々への電話支援の状況でございますけれども、県内の方がですね、約8割、おられます。で県外が約2割ということです。で、年代に関しては各年代各幅広く、支援を行っております。で、2の58ページに、その電話支援を実施した時の対象者の状況について、電話支援を受けた方の状況について、書いております。例えば、でこれで言いますとですね、体調不良だという方が半数おられて、さらに睡眠もですね、状態も悪いという方が半数おられまして、まあ、これは先ほどの質問者の結果とほぼ一致する結果であると思います。それから気持ちの落ち込みですね、うつを、示しているのかもしれませんけれども、こうした気分の落ち込みで悩まれる方も4割おられるということでございます。で2の59は政治に関しての、まあ、支援の結果でございます。やはりここでもですね、8% の方が、まあ、引き続き心配だということで、の経過観察のところに、入っております。
そのなぜ そこに入ったかと言いますと、やはりあの先ほどありました心身の不調ですね、こういったものが半数以上に見られたということでございます。で、次の2の60があの対応した、内容ですけども、や多くは軽症でございますけども、156名の方はですね、受診勧奨をしましたし、366名の方は生活習慣の指導をしております。で、継続支援になったものも204名、約1割の方があの継続的な支援になっています。で、次 の、 あの文書支援の方は、文書支援の方にもですね、まあ、そこでも電話支援の希望があった方に関して電話支援が来ておりますけども、それに関してはちょっと割愛させていただきます。で、最後あの2の66ページのところに、ご覧いただければと思います。これは生活習慣に関する電話支援の状況を示しております。高血圧、糖尿病、BMI 等のです、ね、対象者が、157名、等々というかメルモに書いてありますけれども、これで見ますとですね、まあ、電話支援した方々がどのくらい自分の問題を意識しているか、表の22ですけれども、運動のこと、食事のことを心配されている方が半数ぐらいおられまして、飲酒規制のことを問題意識として持っている方が2割おられました。で、これに関してはあの支援の結果を2の67に示していますけれども、継続支援があったものがこちらかなり多くてですね、約半数の方が継続支援となっております。で、今日の24ですけれども、あのその継続支援になった方々を見ますとですね、その後ですね、改善したということがですね、7割おられまして、その改善の中身を見てもですね、医療機関を受診した方が約半数、それから生活習慣が改善したと答えられた方は8割ということで、まあ、電話支援の効果をこれは示しているものではないかと考えます。あ、以上でございます。ちょっとあの説明する量があの多かったんですけども、あの以上で、私の報告を終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。それではこの件について何かご質問ご意見あれば。はい、成井先生。どうもご苦労様です。あの支援の結果だいぶ改善しているというご報告を受けてほっとしています。ただあのデータを見ると26年度から26、27、28の、ね、データがあまり下がりが大きくないというか、ほとんど横ばいと言ってもいいかもしれない状況がお子さんにしても成人にしてもあるように思います。で、いずれもまだあの K6 にしてもあの、得点高い状態、一般の状態のところよりもずっと高い状態であの横ばいになっている感じがしますので、なんかもう一つさらに踏み込んだ手を打つ必要が今あるんじゃないのかというふうにあの感じていました。で、あの特にですね、あの SQ の方の、まあ、子どもさんの方もあの同じように26、27、28とそんなに大きく下がってない状態です。あのお子さんの場合は前から私が申し上げているように守秘義務ということをどう守るかということを検討した上で学校との連携が有効だということが私はあの思います。なのでその方向性をかあの検討していただくとお金もかからないし有効な手が打てるんじゃないかなっていうふうに思います。それから成人の場合はあの、文書支援とかあの電話支援によってあの効果を上げているという側面と、上げきれないでいる側面が一番得点の高い K6 の、13点以上の方とか、この場合だと、15点、16点とかそういった数字で見ていますけれども、その特に高い人については私はきっとあの電話とか文書ではどうにもならないような問題を抱えているんだろうと思うんですね。その方たちが一定数いるのでそんなに下がらないということが起こっているような気がする。ですからやっぱり特に高い人については個別にもう少し状況を把握して支援をするような手立てを打つことがあの必要じゃないかなというふうに思います。以上です。どうぞ。ありがとうございます。あの小室さんに関して あの特にご指摘、まあ、教育現場と あの連携に関しては、まあ、県のことに協議しながら検討していきたいと思います。で、一般政治の方ですね、もう委員がおっしゃる通りですね、まだ非常に高い値で、まあ、あのちょっとブドウマイ感があるということはもうおっしゃる通りでございます。で、まあ、電話支援はあの確かに受けた方の満足度はですね、前々回の話、ご報告しましたように、
満足だという方結構おられるんですけども、なられる方は満足されてるんですけども、やはりその電話支援はもうちょっと限界がございまして、ございます。したがって心配の方はですね、市町村に連絡したりとか、あるいは電話支援そもそもつながらなかったケースもございますので、まあ、そういった方は市町村との連携を深めていくということになろうかと思います。で、そうですね、報告しましたように県内外の差もありますし、ちょっと今日報告しませんでしたが、市町村のですね、よってもかなりこの辺り配信の方に関して違いがありますので、まあ、今後少し焦点を絞ってやっていく必要があるかもしれません。それともう一つ、すみません、南先生、よろしいですかね。はい、はい、市町村との連携の限界としては、その県内の方がなかなか難しいと思うんですね。県外の方も市町村はある意味住宅支援を終わったことによって、あまり県外に避難している方への支援というものはやっぱり市町村も手薄になっていると思うので、県外の人たち その特に県外の人の方が低チップス悪いわけですから、それをどう救うかっていうのは個別に何か手を打つ必要があると思うので、市町村だけでもどの連携でも解決しきれないものがあるような気がします。電話支援はですね、県内が通してできますので、私はまあ一つ一つ有効だと思います。ただもちろん実際のアウトリーチ訪問支援ができるわけじゃございませんしので、まあ、これは県が進めている他の都道府県との連携の、効果とかですね、そういったことがあると思います。でこれちょっと我々の調査だけではいかんとも知らないところがありますので、まあ、引き続き県と協力して、より有効な手がないかということを模索していただきます。はい、ありがとうございます。他に、はい、春日委員どうぞ。はい、いつもありがとうございます。成井がおっしゃった3番目の件ですね、県外に避難している方への支援ということは、どんどんこれからも難しいことが増えてくると思うんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。それから一つお伺いしたいんですが、一般の方で支援が必要だった方、また実際に支援された対象の方に、市町村の職員の方はどのくらいいらっしゃいますか。それですね、自由記載に書いてある方、たまにおられてですね、その方は分かるんですけども、我々調査ではそこの属性は、はい、分かりません。県立医大が中心となられて、昨年度の厚労課研費報告書にも、非常に貴重な調査をされています。それの国立会議の報告書でも取り上げまして、3月には健康福祉部長室にご報告に伺わせていただきましたけれども、特にその避難地域の市町村の職員の疲弊が非常に深刻な状況で、2つの町の調査をされていますけれども、その職員の1割の方にですね、実際自殺を企てた、そういう結果があるんですね。非常に深刻で、飛行機でも緊急時にはまず自分で酸素のマスクをつけてから他の人の酸素のマスクをつけてくださいっていうくらいで、その支援をすべき人が非常にその辛い状態だと、住民への支援もままならないこともあるかと思います。そのことはやはり行政としても十分に認識していただいて、市町村そのものへとですね、職員の健康の把握に努めていただくとともに、心のこの健康の支援もそちらに力を入れていただければと思います。よろしいですかね。はい、明石君どうぞ。両県の明石でございます。2-77です。市の資料の 2-4 の最後のページを見ていただきますと、健康リスクに自己影響と、まあ、次世代影響というのがあります。でここでよく見るとまた一番可能性は非常に高いというのは減っている一方、すぐ左の隣にある領域っていうのは、まあ、真ん中よりは可能性が高いと思っている人たちと、それからその隣も含めてあまり変わっていないですね。それからリスク認知も非常に高いという人は減ってきているんですけれども、その一つ手前のところはあまり変わってきていないということ、これは例えばもう分析をどうするのかによるんですけれども、以前非常に可能性が高いという人は、
まあ、いろいろな教育周りの影響、それから研修の機会を経て、すぐ隣に行ってるんではなくて、逆、別のところに、どこにこう移っていってるのかというようなことはお分かりになる、調べる可能性はあるんで、分かる可能性はあるんですよ。いいの答えは、紐付けてやる調査ということですね。そうですね、最初の3年間は紐付けて調査をしてまして、そういった紐付けはちょっとしてないんですけども、紐付け、そうやって最初の23から25年度までの調査では、まあ、これどういうふうにそのこのカテゴリーの中で移動したかというのは分からないんですけども、少なくとも、まあ、うつとの関連が非常に強いとかですね、いくつかのことは分かっております。ただ、こちら左側に移行したかどうかという感じがしたらね、ちょっと分からないですけども、ちょっとそれも検討してみたいと思います。なぜこんな質問をしたかといいますと、まあ、先ほども先生から委員の方からご指摘がありましたが、26年度、27年度、28年度、3年間を見てみますと、一番右の可能性が非常に高いというのと、すぐ隣の2つを足すと、実はパーセント全く減ってない、ちょっと上がり気味のような傾向があったりして、次世代の影響についても、26、27、28は変わってないんですね。ですから、ちょっとその辺、なんか少しこの辺に鍵があるのかなと思って質問させていただきます。ちょっと言うと、この質問者がですね、可能性非常に低いと高いというところを今回明記したわけでして、あとはちょっとこう、専門的な話になりますけど、アナログスケールという形になっておりまして、実際はここの土、非常に黒いところとダークの、ダークグレーのところの差というのは、あんまり考えなくて、真ん中で切っていくという形で、今、解析をしています。はい、ありがとうございます。はい、鈴木先生、どうぞ。はい、鈴木です。一つ教えていただきたいのが、この資料2の4の、2の10ページ目、5番目のスライドですが、学年が上がるに従って主観的な健康状態が悪くなるというのは、これは一般的な現象なんでしょうか、それとも福島的なんでしょうか。それが1点。それから、K6 県内県外でだいぶ注意すべき13点以上の割合が違うんですが、その K6 の値と SBQ のお子さんに対する評価の値というのは、これは何か関連が見られているでしょうか。まず最初のご質問に関して、子どもさんのですね、この主観的な健康状態ですね、これはほとんど先ほど言いました、親御さんが記載している、母親が記載しているものなんですけれども、これに関しては比較すべき日本全国の標準のデータはありません。ですから、これはちょっと福島特有なものかどうか分からないんですけれども、先ほどお示ししましたようにですね、SDQ ではまあ、排出率が、年代上がれば少し高くなっておりますので、やっぱり親御さんは主観的健康状態に関してはだんだん少し高めになっていく、という傾向は SF の結果から照らし合わせると理解できるかなというふうに思います。から、もう一つのご質問で K6 の高さと SDQ、 おそらくこれ親御さんの紐付けこれ実はできてません。今技術的な問題があってですね、我々調査ではちょっとできないんですけども、今のところできないというふうになっています。はい、ありがとうございます。ちょっと私から一つだけお願いがありまして、これだんだん回答率が下がってきているということで、まあ、目的は2つ、僕大きく言えば2つといいますか、あるんだと思うんですね。まあ、どういう状況にあるのか、特段の支援の必要な人たちにはきちんと支援をしようということだと思うんですけども、この返答率が下がっている、回答率が下がっている人たちの中にですね、本来は支援が必要な人が落っこちるというのは困ると、先ほどの県外の話もそうですけれども。ですからそのあたりのところもですね、先ほど紐付けの話がありましたが、まあ、どういった人たちの回答率が下がってきているのかというのを少し客観的に調べておかなきゃいけないのかなと。つまり本当は支援の必要な人たちが起こしているのか、あるいは支援の必要のない人たちがの回答率が下がっているのかというのは少し考えてみる必要があるだろうなと思いますし、先ほどからお話があった学校との連携やその他の連携ということで、最終的にはですね、さまざまな行動の変化、あるいはいろんなものの変化をですね、きちんと捉えて
支援が滞りなく行われるようにということをお願いしたいと思います。他に特段発言がなければ、次に参りたいと思います。それでは次です。甲状腺の検査についてですが、委員局から説明をお願いいたします。はい、今年度から甲状腺検査の部門長を務めさせていただいております福島県立科大学の志村から説明いたします。まず資料3の1をご覧ください。県民健康調査甲状腺検査先行検査の結果概要でございます。先行検査については年度末締めで確定版の追加変更がある場合に追放版として報告してまいりました。今回全体として大きな変更はございませんが、平成30年の3月31日現在の状況について、主な検査結果の数字を追加精査したものを概要版としてまとめさせていただきました。表1をご覧ください。一次検査結果ですが、今回重複の精査等を行いましたため若干数値が異なっています。具体的には対象者が12人減りまして受診者は1人減っております。次に表2をご覧ください。二次検査結果ですが、対象者受診者の変更はございませんが結果確定者が1人増えて2091名と1人となっております。なお腺子吸引細胞診等の結果については変更はございません。2ページ目をご覧ください。地域別に見た BC 判定者および悪性外者悪性疑いの方の割合につきましては、先ほど述べました、数の増減によりまして若干の数値の変更はありますが、特に大きな変更はございませんでした。次に3ページ目をご覧ください。先行検査の悪性内視悪性疑いと判定された人数及び手術症例数につきましては、変更はございません。なおこの手術症例については甲状腺の二次検査甲状腺検査二次検査で細胞診を行いまして細胞診の診断上悪性内視悪性疑いという判定になって検査が終了した方のうち我々で把握できる範囲で症例を報告しております。でこの、全員の方は把握できていないということで、これについてまた別途調査が行われていると思います。はい、以上です。次に、資料 3-2 をご覧ください。こちらは、本格検査検査2回目の結果概要の、いわゆる追放版ということになります。昨年提出しました検査2回目の結果の概要の確定版以降、平成30年3月31日の年度末までに新たに受診及び結果が判明したものについて取りまとめております。1ページ目の、目的から、3の実施期間は特に変更はありません。4の実施期間につきましては、一次検査の県内実施期間が7箇所増えて69箇所、県外は3箇所増えて111箇所になっております。二次検査の実施期間の数には変更はございません。あとこの5の検査方法、次の6の、実施対象年度別市町村については変更はありません。6ページ目をご覧ください。1の一次検査結果ですが、38万1244人、これは12人、先ほどと同じように減っておりますが、対象としまして、前回より24人増の27万540人の方に検査を実施しました。そのうち、27万529人、14人増の方が結果確定しております。判定が14人増で B 判定は増減なし C 判定はゼロということになります。なおこれらの結節の方の人数割合は
表2の通りでありまして、農法20ミリ以下が16万363人で6人増となっております。次に7ページ目をご覧ください。年齢階級別受診率につきましては、対象者数、受診者数に変更はありますが、全体の受診率には大きな変動はございません。結果は表3の通りです。また、両括弧さんの先行検査との比較についても大きな変更はございません。先行検査結果で A 判定と判定されたうち、本格検査で A 判定の方は 99.5%、B 判定の方は 0.5% でした。先行検査結果で B 判定と判定された方のうち、本格検査で A 判定の方は 46.6%、B 判定の方が 53.4% でした。詳細は表4の通りです。次に8ページ目をご覧ください。2の二次検査結果の両括弧1、二次検査実施状況ですが、対象者2227人のうち、受診者数は30人増の1874人、84.1% です。またそのうち1826名、38人増が、検査を終了しております。その結果428人、5人増の方が A1、A2 相当、1398人、33人増の方が A1、A2 相当以外となっておりまして、再更新は207人、2人増となっております。詳細は表5の通りでございます。次に再更新等の結果をご覧ください。悪性内視悪性疑いの方は71人となっておりまして、前回の確定版から数字の変更はございません。詳細は表6の通りです。ここで関連いたしますので、26ページをお開きください。悪性内視悪性疑いの方の手術症例についてですが、71人のうち手術を実施された方が52人で、乳頭がんが51人、その他の甲状腺がんが1人ということで、確定版の報告から2名増えております。次に9ページに戻ってください。両括弧さんの再更新等で悪性疑いとなった71人の年齢性分布に変化はございません。また10ページの基本調査結果との関連につきましても変化はありません。また血液検査及び尿中要素の結果についても数値にほとんど変化は、大きな変化はございません。12ページをご覧ください。両括弧6の市町村別二次検査結果ですが、二次検査における悪性内視悪性疑いの割合は特に変化はございませんでした。詳細は表10の通りであります。次に14ページをご覧ください。本格検査2回目の地域別に見た BC 判定者及び悪性内視悪性疑いの方の割合は、ここにお示ししました表11の通りであります。特に受診者数等に若干の変更はありますが、悪性内視悪性疑いの方の割合は、変化は認めておりません。これで、甲状腺検査、本格検査、検査2回目の結果概要についてのご説明は以上となります。すみません、続きましてよろしいでしょうか。次に、27ページ、資料3-3、ご覧ください。これは、本格検査の検査3回目の実施状況についてご説明いたします。
これも、平成30年3月31日までの数値をまとめたものです。1の目的から、次のページの実施対象年度別市町村別は記載の通りです。スキップさせていただきます。次に、29ページをご覧ください。一次検査結果の一次検査実施状況についてですが、336,668人を対象としまして、216,358人、64.3% の方に検査を実施しました。うち、203,826人の検査結果が確定しております。そのうち A 判定は 99.3%、B 判定は 0.7% となっております。なお、この期間中に5年ごとに行う25歳の方の検査結果は除いておりまして、その後で報告させていただきます。30ページをご覧ください。両括弧2の年齢階級別受診率ですが、特に注目されます18歳以上の年齢階級では、平成28年度の実施対象市町村では 16.4%、 平成29年度の実施対象市町村では 15.4% となっております。詳細は表3をご覧ください。また、その下のですね、本格検査、検査2回目の結果との比較となりますが、本格検査、検査2回目で A 判定と判定された方189,106人のうち、本格検査、検査3回目で A 判定と判定された方は188,466名、99.7%、 B 判定は640人、 0.3% でした。また、2回目で B 判定と判断された1061名のうち、3回目で A 判定と判断された方は 39.1%、 B 判定は 60.9% でした。次に31ページをご覧ください。二次検査結果です。両括弧1の二次検査実施状況につきましては、平成28年10月から二次検査を実施しておりまして、対象者1367人、これは168人増ですが、のうち803人、144人増、58.7% が受診をしまして、689人、116人増が二次検査を終了しております。二次検査が終了した689人のうち、68人、11人増ですが、 A1、A2 相当、621人、105人増えておりますが、これが A1、A2 相当以外となっております。再更新は35人に行いまして、前回より4人増えております。詳細は表5に示しました。両括弧2の再更新の結果につきましては、前回から2人増えまして、12人が悪性ないし悪性疑いとなっております。性別は男性7人、女性5人で、男性女性1人ずつ出ております。また12人の前回検査は A 判定が8人、 B 判定が1人、未受診者が3人ということで、 A 判定の方と未受診者の方が1人ずつ増えております。詳細は表6に示しました。ここで、関連しますので46ページをお開きください。悪性ないし悪性疑いの方の手術症例につきましては、合計で悪性ないし悪性疑いの方が12人のうち、手術実施は9人でした。で、その病理診断は乳頭がん、全員乳頭がんでして、手術実施の例数は2名増えております。
32ページに申し訳ないです。お戻りください。細胞診等で悪性ないし悪性疑いでありました12人の年齢、性分布についてですが、震災当時の年齢、性別については図3、二次検査、検査時点の年齢のものは図4ということになります。次に33ページをご覧ください。細胞診による悪性ないし悪性疑い12人の基本調査の結果につきましては、基本調査問診票を提出した方が4人ということでして、そのうち最大実効線量は 1.5mSv と、前回と変更はありません。で、35ページ。35ページは、地域別の二次検査結果ですが、悪性ないし悪性疑いの割合は、避難区域等の13市町村および中通りが 0.01%、浜通りと会津地方が 0% となっております。詳細は標準にお示ししました。次に36ページをご覧ください。ここでは心のケアサポートについてご説明いたします。一次検査におけるサポートにつきましては、平成27年7月から公共施設等で、説明ブースを利用した方は受診者32421人中27467人でした。両括弧による二次検査におけるサポートにつきましては、本格検査開始後1026人をサポートしておりまして、延べ2272人の2回の、相談対応を行っております。詳細は記載の通りです。また保険診療移行後につきましても、病院の、支援チームと連携しまして継続して支援を行っております。4の、本格検査、検査3回目の二次審査に対する取り組みについてもご説明いたします。本格検査は検査3回目の二次審査を対象にしまして、再度検査の案内を送りまして周知を図り、同意いただいた方に県内外の検査実施機関のほか、公共施設等での一般会場での検査を実施しております。ちょっと飛びます。47ページをお開きください。はい、この検査では20歳を超えた次の検査は25歳、その次は30歳ということで、5歳ごとの節目で検査を行っております。平成29年5月から25歳の節目の検査が開始されておりまして、現在までの進捗状況を取りまとめました。今後は、進捗状況を見ながら県と協議の上報告をしていきたいと思います。内容についてですが、一次検査実施状況から説明させていただきます。平成29年5月から検査を開始しまして、平成29年度に25歳に達する方計 22,653人を対象に検査を行いました。受診率は 8.4% の1902人でした。そのうち1846人の検査結果が確定しまして、通知を発送しております。検査結果は A 判定の方が1766人、B 判定は80、C 判定はおりませんでした。詳細は表1と表2にお示ししました。次に48ページをご覧ください。前回検査結果との比較ということになりますが、これはまあその方の前回の結果との比較ということで、その方によって多少異なりますが、前回検査で A1 と判定された方は1227人、のうち A 判定は1203人、B
判定は24人でした。また、前回検査で B 判定と判定され判断された42人のうち、A 判定は14人、B 判定は28人となっております。詳細は表参の通りであります。で、二次検査の結果が2番の方にありますが、二次検査の実施状況は対象者80人のうち41人が受診しまして、そのうち31人が検査を終了しております。その31人の検査結果は全員 A1、A2 相当以外でした。再更新は現在ありません。検査3回目の実施状況について報告は以上であります。最後に資料 3-4 をご覧ください。これは甲状腺検査本格検査平成30、31年度実施状況であります。平成30、31年度の検査を、平成30年の5月1日から、検査開始しております。概要については記載の通りであります。検査の実施状況については次回の検討委員会で報告できると考えております。甲状腺の検査の説明については以上です。はい、ありがとうございました。それでは、この今のご報告に対する、ご質問、まず清水先生お願いします。市民ですけれども、大変詳細なご報告ありがとうございました。前回の時に細胞診のことをちょっとお聞きしたと思うんですけれども、26年度が 3-8 ページですか、資料3-2の8ページです。19% であったのが27年度には 9.2% ガクッと減っております。これは以前に僕はお話を聞きしたと思いますが、さらにですね、今度は資料3-3の31ページになると、28年度が 6.2 だったのが29年度と 3.8 と、またこれもかなり減っていると。だからもう一つ、直接は関係ないと思うんですけれども、5年ごとの検査の、資料3の48ページ一番最後、これはもう対象者が少ないのと A1、A2 判定の方だと思うんですけれども、平成4年生まれだったのが 0% と、だんだんこれ、この一番大きな理由っていうのは、大きな、なんていうんですか、検査をするにあたって、基準はもちろん一緒だと思うんですね。なので、具体的にどういうふうに考えていらっしゃるか、ちょっとお聞きしたいんです。はい、志村です。ご質問ありがとうございます。実際私も細胞診二次検査を担当しているものですから、最初のことは、あれですけど、1回目の検査、2回目の検査、3回目の検査と、すでに細胞診を行われた対象者がだんだん、結果として増えております。で、再更新をされた方についても同意をいただいた場合は、一次検査、その2回目の一次検査、3回目の一次検査という形で繰り返して受診をされている方が、多いと思います。で、そういう方は超音波上大きな所見の変化がない場合は、最初の結果を持って再更新をしないという、運用にしておりますので、そういったことではある程度段階を経て、
あとはやはり我々毎日たくさんの論破画像を見させていただいてまして、やはり我々自身のやはり経験値も上がっているのは、まあ、当然かなと思います。それでやはり判定基準は変えてないんですけども、判定をつけるにあたって、まあ、やはりその経験にだんだん経験値が上がってくるとともに、その判定をより正確にしていくということもどうしてもあるのかなとは思っております。ということで、まあ、あまり無駄な過剰な細胞診を行わないというのが最初のからの方針でありますので、それに従って厳密に順を適用して判定も正確にして、なるべく経験に裏打ちされた正確、より正確な判定をしていくという中でだんだん減っているということもあるのかなとは思っておりますが、頑張りました。ありがとうございます。はい、高野先生どうぞ。中崎大学の高野です。詳細の報告ありがとうございました。ですね、ちょっと受診率について聞きたいんですけども、3の7と3の30のそれぞれ表の3を見てみると、まあ、本格検査のいわゆる検査2回目というやつでは大体、トータルで27万人、そして3回目の検査で大体21万人受診されているわけですけども、これ表3で見てみると、いわゆる2歳から7歳、あるいは8歳から12歳、13から17歳というのを見てみると、あまりその割合にこの、それぞれの変化はそんなにないと思うんですけども、18歳から21、あるいは18歳から23というのを見ると、本格検査の、いわゆる検査の2回目の検査の時は大体 27.9% だったのが 16% に、落ち込んでいる、あ、すみません、16% ぐらいですね、に落ち込んでいるということがある。おそらく今後、事故当時、若かった世代もこの世代にどんどん入ってきて、で、まあ、ここでも何回か言われてますけども、おそらくこういった方が県外に出て就職したり、進学したりするという中で、もちろんその、安心してもう検査は受けなくていいんだというふうな方が大勢となったんだったら、まあ、それはそれでまたいいのかもしれませんけども、そうじゃなくて、受けたいけども、どこで受けていいかわからないとか、そういったことがあるのを少し、本来のこの県民健康庁の目的を考えれば、やっぱりそこはきちんとフォローすべきだと思うんですけども、今後こういったどんどんこう、まあ、大学生、そして社会人になっていく、県民の方に対する対応をどのようにお考えでしょうか。はい、ご指摘ありがとうございます。まあ、当然17歳以下の対象者の方は学校で受けられますので非常に利便性が高いということで、あと保護者と同居している世代ですので、保護者の受診の、まあ、進めと、まあ、が利便性が高いということで受診率が高いと、まあ、ある程度維持されていると。で、やはり高校を卒業しますと親元を離れてしまって、本人の判断で受けない。あるいは、やはり、まあ、学校で受けられないので、まあ、県外、県内問わず検査を行っていただいている医療機関に、受診をしていただくんですけれども、それが、まあ、やはり土日に行っていただく医療機関というのはそれほど多くないので利便性がやはり低いということがあるのかなと思っています。でそれで、今年度から県内の大学では一部の大学等でも検査をする試みも、ちょっと試みですけど、スタートしております。あと、高校3年生の学年に、まあ、今後の甲状腺検査をどういうふうに受けたらいいかとかいう方法物を配布させていただいておりまして、そこで、まあ、今後どうしていけばいいのかっていう、どういうふうに受診したらいいのかっていうことを一応広報するようにはしております。そういう活動はしておりますが、まあ今後もやはり広報活動と受診の利便性を高めるということが今後取り組まなきゃいけない課題だと思っています。ありがとうございました。はい、春日先生どうぞ。はい、ご説明ありがとうございました。前回の検討委員会の時に甲状腺評価部会の方でぜひご検討いただきたいということでお願いしたん
てちょっとお尋ねしたいんですが、まずは、資料の 3-8 あのすみません 3-2-8 ページ、それから、資料 3-3 でいきますと、31ページこちらに、悪性ないし悪性疑いの判定となった方の腫瘍の大きさが書いてありますけれども、このもう少し詳しい内訳を公開していただくことは、をぜひお願いしたいと思います。と言いますのは、例えば3-8ページですと最高 35.6mm つまり 3.5cm で、31ページでも 3.3 センチなわけです。そうすると、素人的に考えますと、自分でもこう感じるくらいの大きさじゃないかなと思うんですね。で、そういうお子さんがどのくらいいらっしゃったのかということが分かるとですね、つまり自分で気がついて受診して、がんと判定されることと同じような状況にあるということだと思いまして、例えばその他県の一般の県のですね、子どもさんの自然発症率と比較することももしかすると可能になってくるかもしれない。そういうことも一つの例なんですけれども、地域別ですとかその県内での大まかなその疫学調査に加えて、疫学的な検討に加えてですね、もう少しこう病態に踏み込んだそういう解析もぜひ加えていただきたいというふうに思います。その一環としてその腫瘍の大きさの分布を個人情報にはかからないと思いますので、ぜひ明らかにしていただければというふうに志村先生、何かコメントありますか。はい、ありがとうございます。先行検査の使用権の分布につきましては前回をご説明させていただいたかどうかちょっというふうに曖昧なんですけど、論文の方で解析結果を報告いたしました。また今後この2回目3回目の結果につきましても同じようにやはり報告していた分析していく必要があろうかと思いますので、少し次回とか次回っていう期限はちょっと厳しいかもしれないんですけど、今後解析していく方向で努力していきたいと思います。ありがとうございます。論文に発表していただくことはもちろん重要な科学的な活動だと思うんですけれども、なんと言いましてももともとこれは県の事業として始まったことで、県民がその受診の対象ですし、データも情報も県民のものだと思うんですね。ですのでその科学的な分析の結果は誰にでも分かりやすい形でいずれはなるべく早い期間に報告して県民に共有していただくようにお願いいたします。はい、ありがとうございます。鈴木先生どうぞ。はい、甲状腺外科医の鈴木です。一つお願いと一つ質問があります。お願いの方がですね、データのまとめ方で例えば資料の 3-1 の方の、3-2 表を地域別に見た BC 判定者より悪性ないし悪性疑いの割合というのと同じフォーマットで、例えば資料 3-2 の3-14に同じ表が出てます。それ非常に見やすい。それに対して3回目の資料 3-3 の方には、まだ解析の途中なのか相当する表が出てません。でざっとこう全体を眺めていくとき、この形式の表って非常に分かりやすいと思いますので、ぜひ今後とも準備するようにお願いしたいと思います。それから質問なんですが、25
5歳の節目の検査結果、それでおそらく重症をもう一度調べたと思うんですね。高校卒業で福島から他県あるいは東京とかに出る方がいると思うんですが、一定程度はやはり戻ってくる。福島にどのくらい実際住所が戻ってたのか、この表の位置を見ますと大体3割の方が県外受診者ですが、サンプル数が少ないんで実際 の、 全員対象者全体で福島在住の方がどのくらいいたのかというのが、今後甲状腺検査を長期的に進めていく上で非常に参考になると思いますので、もしデータありましたら教えてください。はい、志村先生お願いします。はい、地域別の、解析結果の表ですが、現在検査3回目の検査としまして、二次検査はいわゆる後半年度の方の二次検査を目下やっているところでして、いわゆる浜通り、いわきと、会津地方はデータが今から出てくるという状況ですので、二次検査が大まかに終わったという段階で地域差の比較ができるようになるんじゃないかと考えておりまして、その段階で同じフォーマットで報告させていただこうと考えております。ちょっと一次検査と二次検査がやはり時間がずれますので、少し二次検査は前半年度が終わって後半年度に取り掛かっているという状況になっておりますので、少しお待ちいただければと思います。で、25歳の県外受診の方はやはりそこにありますようにその程度の割合であると思いますけど、住所につきまして親元に残している方も多いので、なかなか住所で判断することがなかなか難しいかなという感じでおります。ですから実際どこで受診されたかということが一番信頼性のあるデータになるのかなというふうに思っております。ちょっとその辺は少し詳しく見ておきたいと思います。はい、清水先生どうぞ。清水ですけれども、これはちょっとコメントなんですけれども、甲状腺の内視鏡手術がですね、2年前に陽性が保険審査されました。この4月から悪性腫瘍も保険審査されることになりましたので、今後ですね、手術が必要であるけれども傷が見えるから嫌だというような意見を持っているような患者さんですね。そういう患者さんには一滴を取られると思いますので、こういう、先生の皆さん、医院の皆様方、それから含めて、保険審査されて、これから悪性も手術が可能になったということをぜひご理解いただきたいと思います。ただ子供さんの甲状腺のリンパ節転移が非常に多いので、全部甲状腺内視鏡でできるとは限りません。70% から 80% ぐらいにリンパ節転移があるというふうに言われてますので、全てに対してできるということはないと思いますけれども、可能なのはいると思いますので、ぜひよろしくお願いします。福島県立医大ではやっぱりやってらっしゃるので、さっき昨日ちょっと鈴木先生にお聞きしたところ、症例を選んで始めているという話ですので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ですね、ちょっと時間も迫っていますが、中身の詳しいところの分析相談については、評価部会の方で議論していただくことになりますので、この全体のところで質問、あるいは意見があれば、どうぞ。先ほど高村先生が言われたですね、受けたい人が受けられるような仕組み作りということと共通なんですが、やはり受ける機会の確保というのをこれから対象の子どもさん方が大きくなっていくにつれてですね、さまざまな工夫が必要だと思っています。で、ちょっと気になったのは、以前受診のお知らせが変わった時にですね、もう受診案内を送らないでくださいということに丸をつけるような
ことがあったんですが、そういう方々は実際に少ないのかもしれないんですけれども、おそらく親御さんが丸をつけて、でお子さん本人の意思というのが確認できているのかどうかというのがわからないので、やはり子どもたちが大きくなって自分で判断をして受けられるような機会をきちんとですね確保しておくことが重要だと思います。で中にはですね、その県外に出てであまり福島県と書いた封筒が送られることも心理的に抵抗があるとかいう話も聞いたんですが、周知のお知らせをされていると未受診者対策をされているという先ほどご説明をいただきましたので、おそらくこれから若い世代というのは文書というよりも例えばメールマガジンとかですね、で受診案内であったり甲状腺通信であったり、そういったものが自分の携帯でもアクセスしてどういう状況かということが分かって、子どもたちが自分で判断できるようなそういうサポートが必要じゃないかなというふうにも思っております。それから一つ質問ですが、節目の検診ということで25歳に到達する方の、これはまだこれから受ける方が増えると思ってよろしいでしょうか。というのは次の検診の年が30歳というと、25歳で受けられなかった方は30まで待たなきゃいけないんじゃないかと思ってしまうかもしれないんですが、ここはその受けられなかった方についても30歳を待たずに受診できるということをきちんと周知されているかどうか、監修されているかについて教えていただければと思います。どうぞ。はい、甲状腺通信等で受診の、可能の範囲というのは通知しております。25歳で受けられない方も30歳になる前、29歳までは受診は可能というふうに伝えてあります。ですから今後も、昨年度25歳の方を今報告させていただきましたが、それ以降も増えてくる、4年間増えてくる可能性があるということになります。はい、富田先生どうぞ。福島大学の富田です。非常に私のような文系の者にとりましては、この細かい数字がいっぱい出てくるのが苦手なんですけれども、今いろんな先生方からご指摘ございましたが、やはり高校を卒業した方の受診率が下がっている、私もこれ非常に気にしておりますが、これをもう少しなんか改善する余地はないのかと。それで最近は成人式も夏休みやってるところがありますが、大学生にとっては帰省の時に検査を入れるというような措置取れないかどうかと、ご検討いただきたいと思います。それからたまたまでありますが、福島大学と、それから私はアルバイトで、アルバイトって非常勤で会津大学ともやっておりますが、行った時にちょうどやってるし、やってたし、それから福島大学でやってるところも見ておりますが、毎年年に2回ぐらい献血の時なんかはものすごい宣伝する。これ大学の方が悪いのかもしれませんけれども、大学でやってもうろくな宣伝活動しないと。で、ある意味ではこれ非常に重要なことでもありますから、やはり大学でやるときにもう少し県立医大の方でも実施日等々の宣伝活動をしていただきたいということ、これもお願いです。それからやはり大学生で東京方面に 出てしまった人は、確かに面倒くさいから行けないという人は、それは気持ちは分かりますが、やはり聞いた話では自覚症状が出てきて、この検査外で自分で病院に行って調べてもらったら、やはり甲状腺があるんだと分かったと。でこういう場合にどうやって把握するのかと。やはりこれは事故当時18歳未満で福島県にいたら、やはりこれも対象としてできる限り把握していくことが望ましいと思いますが、こういうことを把握する方法というのがあるのでしょうかと。これ質問です。あと先の2つのところは要望ですので、よろしいんですけども、最後のところだけはお答えをお願いいたします。はい、清田先生発言があることを。ご要望につきましては、
帰省された時に受けてる方は結構いらっしゃると思います。それはすべての方に県外の受診施設とともに夏休みとかに行っている一般会場での検査のスケジュールや場所等も配っておりますので、それで帰省されている時に受けられている方はいらっしゃると把握しております。で、今回大学で少し検査の試みをさせていただきましたが、やっぱりやってみるといろいろこう改善点と見えてきますので、今後やはり改善点を改善していきながら定期的な検査をやっていかないと、やっぱり単発でやってもなかなかして分かっていただけないところもあるかなと思いますので、なるべく定期的に行っていきたいなと考えております。で、自覚症状で一般の診療機関に来られた症例について、我々がなかなか把握するのはちょっと難しいかなと思うんですけども、今がん統計っていうものがありまして、がん統計である程度群馬県のがんの症例は計上されていきますので、それである程度補填できるんじゃないかなっていうふうには個人的には考えています。はい、ありがとうございました。それではですね、ちょっとそれにも関わることが、どうぞ。全体的なこと、例えばですね、この25歳の方たちの検査の結果、A1、A2 以外の方が31名残ったわけです。で、その方たちがこれから、経過を見ていくという施設に入る。それは保健医療の方に入るということになりますよね。そうすると追跡ができなくなるというのがとても心配です。ほとんど細胞診してないので、細胞診がここであるとここで数字があるというのは見えるんですけど、細胞診しないまま、経過観察になると、今度経過観察でどうなっているかはここで追えないんですねっていうことなんです。それと料金の問題で、福島県の子ども愛も無料ですし、サポート事業で確か、これで発見したものについての保険定数以降は保険医療に移行以降は保険料を負担してくれると、治療の金額を負担してくれるということになっていたと思うんですけど、この30名の方たちがやはりその利益をちゃんと受けられるのかというのはちょっと心配になりました。はい、ありがとうございます。それとあともう一つ、もう一つもう大事なことはお願いです。今度は1巡目、2巡目、3巡目が大体確定がしつつあるところだと思います。なので1巡目と2巡目 すなわち予備調査と本格調査の比較ということがこの検討委員会の一つの大きな柱だったと思いますので、この比較検討をなるべく急いで向上性部会でやっていただきたいと、そのように思います。はい、分かりました。2段目の話はなさりそうだと思います。1点目の話はちょっとこの後ですね、サポート事業の話もありますので、そちらに話をさせていただきます。それでは県民健康調査の向上線検査サポート事業の実施状況ということで、説明を事務局からですね、お願いします。はい、県民健康調査課の鈴木でございます。資料4を開きお願いたいと思います。県民健康調査向上線サポート事業実施状況でございます。この事業の実施状況につきましては、昨年6月5日の第27回検討委員会で報告させていただいておりますが、今回は平成29年度の実施状況について報告いたします。まず概要ですが、この事業は27年7月から開始しておりまして、目的として甲状腺検査の二次検査後に生じた経済的負担に対して支援を行うとともに、保険診療にかかる診療情報を県民健康調査の基礎資料とし、将来にわたる県民の健康の維持増進を図ることとしております。具体的には甲状腺がんやその疑いにかかる保険診療の自己負担分に相当する支援金の交付を行っております。続きまして事業の実施状況についてご説明いたします。27年度から29年度分まとめての報告でございます。支援金の交付状況につきましては、交付件数が延べで313件、交付の実人数が233名となっております。
交付時年齢は18歳から24歳、震災当時の年齢は12歳から18歳となっております。次に手術症例についてですが、手術を含む交付件数は82件、実時年齢は18歳から23歳、震災当時の年齢は12歳から18歳となっております。病理診断結果につきましては、甲状腺がん77件、甲状腺がん以外が5件となっております。甲状腺がんの内訳は乳頭がん76件、低分化がん1件です。甲状腺がんの手術症例77件につきまして、甲状腺検査との関係では、72件が二次検査で悪性ないし悪性疑いと判定された方となりまして、5件がそれ以外の方となります。5件の内訳は、二次検査では悪性ないし悪性疑いとは診断されず、別疾患等で通院された後に甲状腺がんと診断された方が3件、二次検査の対象となりましたが二次検査を受診せず他の医療機関を受診し診断された方は2件という状況であります。以上サポート事業の報告となりますが、これらは申請に基づく情報でありまして、他の公的制度で医療費がかからない方は対象とならないため網羅的な調査ではないことを補足させていただきます。説明以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。先ほど来から、県民健康調査とこの先どうするんだという話、あれ25歳18歳超えた人たちですね、あれ県外に行った人どうするのかというような議論になっておりまして、その一つの考え方として出されたというかですね、関連してといったらいいんでしょうか、こういう厚生サポート支援が始まって一定程度の話が出ております。これどんなふうにしていくのかというのはここでは決める話ではありませんけれども、先ほど来お話があったように、受けたい人が受けられるとその際の経済的な負担は回避できると、かつデータが一定程度はもちろん任意ですので、申請があればということになりますけれども、把握できるという仕組みではありますが、さまざま使いにくいとかですね、県外に行ったときはその対象期間が少ないとか、さまざまな意見がございますが、何か ご議論があればお伺いしたいと思いますが、はい、梅田委員。ご説明ありがとうございます。先ほどのご説明の中で、このサポート事業 の集計結果というのが、網羅的なものでないということがあったと思うんですが、ただ医療費の自己負担 の公的な補助がない、特に我々なかなか先ほどもですね、受診率が低いと言っていた世代の人たちはむしろここで把握できるということもありますので、ぜひこれもともと県民健康調査の基礎資料として活用するという目的もあるわけですから、そこをきちんとですね、評価をしていくことが重要なんじゃないかと思います。で、今日これ資料4に集計をまとめていただいているんですが、このサポート事業をもう少しその診療情報個人票であったり、あるいは申請の個人が申請される申請書の中のデータで、これよりも分析できる内容が あったと思うんですね。ですので、そこは県の方のご判断かと思いますけれども、本日そのご報告がなかった、ただ現在サポート事業として集まっているデータ、これを今後集計されるのか、あるいはその集計されるご予定であればいつ出されるご予定かということをお聞きしたいと思います。それからもう1点は、この甲状腺サポート事業 その対象者の要件の一つとしてですね、確か二次検査実施医療機関からのそこでの保険診療だったり、二次検査実施医療機関から紹介された機関で保険診療を受けているということが要件になってたと思うんですが、やはり対象者の方々にもっとご活用いただけるようにですね、やはりここでどこかで一次検査を受けたとか過去に受けたことがあるという方も含めてですね、この情報の活用ができるように、またもちろんその対象者の方の利便性の向上ということもありますので、要件の見直しであったり、それから今後はですね、特に上の世代の人たちのさまざまな情報を評価するという点で、診療情報個人票の内容も充実するというようなことも含めて、県の方でご検討いただければというふうに私からもお願いなんですが、お願いしたいと思います。はい、座長の星でございますが、
今そういう発言が皆さんからありました。ここで決める話じゃないと申し上げましたが、県の事業でございますし、費用はどこから来ているのかという話もありますけれども、予算事業でございましょうから急にどうこうというのはできないでしょうけれども、どんな形で把握するのがいいのか、どんなふうに活用していくのか、あるいはどんなふうにその利用してもらうのか、データを活用するのか、その辺のところはですね、きちんと議論する必要があろうかと私も思っています。何か他に意見があればお伺いしますが、春日委員どうぞ。私も今、梅田委員がおっしゃったことと、ほぼ似たようなことをお願いしたいと思っていまして、もう梅田委員の方から本当に深く掘り下げて、踏み込んだご要望をいただいたので、あまり付け加えることはなくなりました。ありがとうございます。課長、ちょっと確認のためにお聞きしたいんですけれども、そうしますと、このサポート事業の対象者は、対象の年齢なんですけれども、震災当時に12歳から18歳だったということで、実際の交付される年齢はこれからだんだん上がっていくというふうに考えてよろしいでしょうか。春日委員のご指摘のとおりでございます。それからもう一点、この表でいきますと、一番下のところに、放射線がん以外ということで、数値が上がっていますけれども、つまり、この県民健康調査の甲状腺検査の流れから逸脱すると思われる患者さんに対しても、一定の、サポートがされているということでしょうか。ちょっともう少し詳しくご説明いただけるでしょうか。はい、基本的には、県民健康調査の二次検査を受診された方を対象としておりますが、それ以外の方についても支援の対象としたところでございます。先ほど梅田委員の方からもご指摘がございましたので、サポート事業の拡充も含めましてですね、国と協議させていただきながら検討を進めてまいりたいと考えています。ありがとうございました。先ほど鳴る委員からも指摘がありましたように、20歳から25歳の間、それから25歳から30歳の間、一度検査をしてもですね、その間長い期間次の検査を待つとなると、不安もありますでしょうし、自覚症状が出てくるお子さんもいらっしゃると思いますし、そういう方が、この県民健康調査の流れ、体制の以外に受診した場合にでもですね、しっかりとそのサポートが受けられるという、そういう安心感があれば、これは、県としても自信を持ってこの検査方法をすることができると思いますし、県民にとってもより安心度が高まると思います。ぜひそういうところに踏み込んでサポートを拡充していただきたいと思いますし、また梅田委員がおっしゃいましたように、この県民調査、健康調査の基礎資料等もしていただけるのでしたら、そこで把握した結果もですね、合わせてこちらの検討委員会に統合して把握できるような形で、ぜひご報告いただきたいと思います。県民の皆さんにとっては、ありとあらゆる方法で得られた情報を総合して理解したい。その結果、安心できるものであれば、それは一番嬉しいことですし、万が一、何か気になることが見つかった場合には、それはいち早く見つけて、適切な対応が取れるわけですので、ぜひ、ありとあらゆる情報を手を尽くして、統合するということを、この検討委員会の方針としていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。それではですね、この県、甲状腺検査サポート事業につきましては、県でしっかりと議論をして、県でですね、どんなふうにしていくのかというようなことを検討いただくと、もちろん国とも相談していただくと、で今も委員からご発言があった方向で、できる限りサポートの範囲、あるいはデータの活用、これらをできるようにしてもらいたいと思いますし、その際ですね、必要があれば、甲状腺の評価学会での議論なども踏まえてですね、できるだけ早く対応してもらいたいと思いますが、県から何かコメントがあればどうぞ。
はい、先ほどご説明しました通り、この事業を国の交付金を活用させて、実施しておりますので、国のことを十分に協議しながら進めてまいりたいと考えております。はい、ありがとうございます。それではそのように対応をお願いいたします。それでは次に参ります。議事括弧4その他でございますが、一つはですね、前回のお発言にございました、放射線の遺伝的な影響についてということで、遺伝的な影響を心配されている方もたくさんいるというようなご発言が野月委員の方からもありました、ということで参考資料ということで、参考資料の4にですね、これまでのところの知見についてちょっとまとめていただいておりました。これ誰どなたか説明をできる方がいらっしゃればちょっと説明していただくなると思うんですが、これ出していただいたんですが、高村先生やります。これ県の方から説明します。あ、すみません。はい、県民健康調査課の鈴木でございます、参考資料4でございます。この資料はですね、前回の検討委員会におきまして、放射線の遺伝的影響についての話題がありましたことから、参考といたしまして、アンスクエアおよび WHO の報告書からの抜粋および公式見解および環境省事業での放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料の中から関連する部分を抜粋したものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。先ほど前回の野月先生の発言もそうですし、先ほどのですね、どの程度影響があると思うかという質問にですね、東京で調べたものよりもむしろ福島で調べた方が影響は少ないというふうに答えているというのでもありました。しかしながらですね、やっぱり多くの方がやはりそういう遺伝的な影響についての心配を払拭しきれないでいるということであります。で、このような報告書が出ただけでもですね、そんなこと言ったってということになるんでしょうけれども、とは言いながら、こういう事実としては事実としてあるということですので、こういうことも周知しながらということになると思いますが、何かこの件についてご発言があればお伺いします。はい、鈴木先生。はい、鈴木です。この統一的な基礎資料のまとめの方をちょっと担当させていただきます。いただいておりますので、ちょっとコメントさせてください。人での遺伝性影響、子孫にどのくらい影響が残るかということは非常に難しい問題なんですが、今まで定量的な話っていうのは動物実験でなされてきてました。この資料の2ページ目のところにちょっと書いてありますが、動物実験で、マウスの実験で、どのくらいの線量で、子孫に発生する遺伝性の疾患が増えるかということをまず調査しまして、それを倍加線量というふうに言います。それを使って人の場合、大体世代ごとに、新たな遺伝性疾患がどのくらい出るかというのは統計がありますので、そのネズミの被曝線量を考えて、人でどのくらい被曝すると遺伝性影響が 2倍に増えてくるかというようなことを、計算してリスクというものを考えてきています。ただそれはあくまでこう計算上のリスクの大きさでした。でそれを確かめるために被曝2世 の調査がなされておりますし、現在も続けられておりますし、また小児がんで放射線治療を受けた人たちが、結婚されてお子さんを持つというようなデータがだんだん出てきております。それがこの資料の中の4ページ目に、小児がん治療生存者の子どもに対する調査というような形で出てきています。で今こういうデータが蓄積されてきている段階だということだと思います。ただもし1グレーで倍に増えるとすれば、原爆被爆者あるいはこの小児がん治療生存者の被爆線量、1グレーを必ずしもオーバーしてないんですが、トレンドとしては増えてくるというトレンドが見えてきて、統計的に有意差がないというような話で言ってれば、同じようなリスクの大きさがマウスと人であるのかという
議論が成り立つのですが、今のところそれを示唆するようなデータが出てない。いろんな考え方があるんですが、やはり人とマウスでは子孫に対する遺伝性影響の、まあ、管理の仕方、生物学的な管理の仕方が少し違っている可能性もあるのかなというような、議論もされています。ですから、まあ、現在のところ人で本当に遺伝性影響がどのくらい出るかということに関しては分かってないし、従来考えてたネズミの実験で考えたよりは低いラインではないかというのが現在のデータかと思います。はい、ご案内のスタッフの杉です。はい、宮城子どもの皆さんです。これは前回私が発言したその思いを受けてやっていただいたっていうことになるでしょうか。自身も少し考えてみたんですが、まあ、甲状腺の調査に関しては今非常に一番問題かけるようなところに入っているんですけれども、妊産調査の結局妊婦そして生まれてくる子どもに関する影響っていうのは直接的な被爆の影響はもう1年あるいは多く見て2年間で結論が出るわけですね。その後はもうどんどん下がってきますし、実際のところその結果を言うと全く下がらない。もしずっと過去5年間データを見ると全く差がないというようなことで、妊産婦調査の今後のことをどうしていったらいいかというふうなことを少しちょっと考えています。でこの遺伝的影響に関してはやはり重要な問題で、妊産婦調査をやはりこう長期に継続してそれを見ていくべきなんではないかというような気もしたんですけれども、考えてみますと2つの理由で、一つは今鈴木にもおっしゃったんですが、おそらくこの担当資料こっちもまた驚いて、当初から広島長崎の調査あるいはチェルノブイリの被爆に比べればまず遺伝学的影響がないだろうという投げ込みがあって、それが少し近々から来たということも、もう一つは、ね、今のその妊産婦調査みたいな結局アンケート式で解決率 40% っていう自己申告によるこのいった荒い調査ではこの遺伝的影響の結論を出すのは難しいんじゃないかなと思うんですね。でもかなり2世3世といった意味で長期にわたるですので、この遺伝的影響に関して問題となるのは、もし本当にそういう目的をするんであれば、この調査を続けているだけでは結論出ないの。むしろ、ナイティブな形で、大体、コンセンサスができていると思うんですけども、それを、一般の人たちが、さっき言いましたように、かなり深刻に問われている人たちもいる。心配している人たちも残っている。そういう人たちに対してどういうふうに、啓蒙していくかっていう別なプロジェクトが必要になってくるのか。この妊産婦調査に関しては、今後と、まあ、来年度までは、続けることが決まってますけれども、今後のことについては、そろそろ検討するのに、検討しなくてはいけない時期に来るんじゃないかなと思っております。ありがとうございます。先生がご発言されたからっていうのも一つあるんですが、妊産婦の調査をだからやめろとかですね、もっと厳格に集めろっていうことでは多分ないだろうと私も認識してますし、多分この間の議論もそうだったと思うんですね。ただ現に不安に思う人がいらっしゃる。でそれについて言えばきちんと説明をしていく必要がある。でそれは単純にそのチェルノブイリではこうでした、原爆ではこうでしたということだけじゃなくて、これまでこの妊産婦調査で得られた調査結果なども加えて、今正宗鈴木先生がおっしゃったようにしっかりと啓発をしていくというようなことになるんだろうと思いますが、まあ、不安を持った人がいるということも確かでありますので、今の妊産婦調査というのは半分かそれ以上かもしれませんが、その不安に寄り添うというのがやっぱり基本だと思います。ですからそういった形でですね、県民の不安を払拭していくということは必要なことだろうと思いますので、引き続きそのような方向で、お願いをしたいと思います。で次にですね、もう一つあるので、
まあ後で戻っていただいても結構なんですが、京都からのごめんなさい、ちょっとご欠席になってしまったんですが、前回、根性線検査がその倫理学的に問題があるんじゃないかと、本人の同意を得るという点でございまして、4回目の検査も実施するということで、議論もすでに決まっております。で、その倫理上の手続き云々ということは、対象者への説明、この間、先ほどからですね、まあ、この話はもうとにかく、表を言えば裏の話が出ましてね、例えば1回もう受けたくないと答えたんだけど、その人が本当は受けたいんじゃないかとかですね、その時にはじゃあどうするんだとかですね、手紙は届かない方がいいんだけど、どうすればいいんだというようなことが必ず出てまいりまして、まあ、倫理的な側面というよりは、この検査を受ける自由、あるいは検査を受けない自由ですね、まあ、それがきちんと担保される形で、検査というのは続けられるべきだろうというふうに私は捉えていますので、何かですね、この間の高野先生はかなり強烈にですね、ヘルシンキ宣言違反だとまでおっしゃいましたが、まあ、それはそれとしてですね、具体的な手法などについては甲状腺強化委員会でお話をいただくことになりますが、今日はここの委員会の中でですね、ご意見ご議論があればお伺いしたいということが私からの提案でございますが、清水先生どうぞ。清水ですけど、私はこれ検査は続けるべきだと思います。それはなぜかというと、リバクという大きな背景因子があります。ですからそれを元にした検査、それを礎にした検査ですので、これは続けるべきだと思う。ただ全員に強制的に行うのではなくて、福島ではこういう検査を行っているということを被災者には全員に知らせる、これも義務があるので知らせておいてですね、その中で今まで言われているように希望者という形、希望者という形で受けたい人は受けたくない人は受けなくてもいいというようなスタンスでいて、検査は続けていくべきだと思います。そうでないと今までやってきた検査の意味が一つもなくなる。それとあと今までと同じことをこれからも続けていくではなくて、もちろん検討して縮小していくべきものがあるんだったらそれは縮小していいし、続けるべきもの、あるいはもっと増やしていくべきものが必要かもしれない。それはここで検討すればいいであって、基本的には検査を続けるべきだと思います。検査を続けるべきかどうかということをここで今決めちゃおうという話ではありませんね。この検査を次回続けるにあたりですね、あるいはこの30年31年度が終わった以降ですね、説明の仕方とか同意の取り方とか、もしその倫理上に問題があるのであればそれはきちんと議論しましょうという話題と、将来的にどうするのかという話題があって、今日その将来的にどうするのかという話はちょっと置いてですね、この倫理的な側面からして、その配慮すべきことがあるなら、これ期の途中でもですね、私はそれをやるとそのデータの信頼性の云々の観点もあるのかもしれませんけれども、期の途中でも見直せる部分なら見直すべきだと思っています。私はで実際に同意書 の文面が変わったということで、いろいろ議論をいただいたところですけれども、いずれにしてもですね、この倫理的な配慮をもうしつつ、とにかく今スタートしている検査はしっかりとやっていただくということを前提にですね、この倫理的な配慮という側面について何か先生方からご意見があればお伺いしたいという趣旨ですが、いかがでしょうか。どうぞ富田どうぞ。福島大学の富田です。前回問題となっていた学校での一斉検査、こういうのがいいかどうかと。でこれを私に言わせれば、これはこちら側で判断する問題ではないと思います。と言いますのは、それぞれの学校で、学校でも対応が違うと思いますし、それから多くの場合は校長先生の何というのか知りませんが、連絡会とか協議会とか、うちではどうするとか、そういう話はすると思います。でそういうところで、もしもまとまらないというときには、それは各学校の判断でするべきであって、つまり
健康維持というのも学校教育の一環であり、あの授業時間を使ってでもやるという学校があってもいいし、あの授業時間は授業時間で確保して放課後にやってくれというお願いが来る学校もあるだろうと。でもこちらの方からあの、学校の一斉にやるようなことはしないとか、そういうことはこちらで言うべき問題ではないと私は考えておりますし、あのどちらかというとあの、この、健康調査を受ける人の、人数を確保するということで、それを考えたら各学校であのこれもあの学校教育の一環だという判断してもらって、あの、学校の中で実施するということについてこちらからなんあの特に言うことではないと考えております。私から言っちゃいます、はい。現時点でもですね、何か強制してやらせろやらせろという話できっとないんだと思います。学校長ない学校保健委員会ですかね、学校保健の集まりなどでも議論された上で、個別に日程を調整して現に、授業時間中にやったり、あるいはそうでないのかもしれませんが、場所を設定してということになっていると思いますが、その意味では強制性は私はないというふうに理解をしていますが、まあ、あの学校側からもいろんな意見がおありでしょうし、学校保健委員会の中でも議論があるんだろうと思いますから、今はご意見としてお伺いしたいと思います。他に何かありますか。どうぞ、成美さん、どうぞ。あのスクールカウンセラー等をやっている立場から言うと、あの私の実体験として父兄から学校でやってもらっちゃ困るとか、あるいはこの、甲状腺検査を何でやるんだみたいなことは一切ありません。あの不満を聞いたことが一切ありません。そしてあのむしろ逆に学校でやってくれるから、あの心配な子どもがあの検査を受けやすくて親としては非常に助かるというふうに言われています。なのでその、きっと福島県で出身を隠しているお家にとって福島県からの通知は困るということであって、甲状腺検査をしてもらうことが困るという話ではないように思います。その辺の甲状腺検査に対する保護者さん、あるいは子どもたちのニーズというのをきちんと把握して見る必要もあるんじゃないかというのが一つと、それからあのもう一つは甲状腺委員会 の甲状腺部会の方にちょっとお願いですが、あの、この倫理の問題に関してはやはりあの私たちこちらの委員会が上部組織として判断すべきことだということをちょっと認識しておいていただいた方がいいのかなっていうふうにちょっと思います。はい、よろしくお願いします。はい、他にありますか。よろしいですかね。あの、まあ、個別具体的に どんなその説明文書にするのかみたいな話ではですね、あのあるいはあの、まあ、どんなふうに説明をするのかというようなことを、については、まあ、依頼を中心にですね、あの評価部会の意見なども考え聞いていただいた上で決めていっていただくことだろうと思います。ただまああのそもそもそれはけしからんからやめちまえという話ではきっとないんだろうなと私も思いましたが、まあ、そういう意見ありましたので改めて今日議論させていただいたということですが、よろしくございますね。これ別に多数決取る気はありませんが、今の状況で不安に寄り添うという立場から言えば、急速に何らかの変化をするのではなくて、状況の学校側、あるいは子どもたち、あるいは親御さんたちの状況をあの見極めながら決めていくということになるのかと私も思いました。他にご発言ありますか。特段別に急いでいるわけではないんですが、あの、何かあれば今の件以外でも結構ですが、あのいいですかね。今はい、春日先生どうぞ。毎回のようにお願いしてるんですけれども、できるだけあの県や市町村に届いているあの県民の声をですね、あのこちらでも紹介していただく機会をいただきたいと思います。はい、あの特段あの例えば私宛てとかですね、県の担当者宛てに来た文書でまとまったものについては、適宜委員の皆さん方にはお送りしています。まあ、あのどういう投書があるとか電話があるとかということもおありでしょうし、まあ、県の方にも寄せられる、あの医大の方にも寄せられるものがあるかもしれませんので、まあ、そういうものもですね、適宜この委員会にも出していただけるようにお願いはしておりますし、あの多分出してくれることになると思います。何かご発言他に大丈夫ですか。はい、
それではですね、あ、どうぞ。福島大学の本田です。今ご発言等ありましたけれども、私みたいな法律関係のものからすれば、ここでの議論というのは非常に何て言いますか、違和感あることが多いです。というのは、出てくる資料というのは圧倒的多くはこう数字ばかり並んでいると。で、自分の専門分野に引きつけて法的な判断、まあ、裁判でもそうですけれども、やはり当事者の声を聞くと、これが一番決定的なので、それでその場合に陳述書という形での文書もありますし、一番重視されるのは法廷での証人尋問ですね、証言ですね。で、まさかここでちょっと呼ぶわけにもいきませんでしょうから、だけれども例えば手術をされた方の生の声というのは、陳述書の 法的な言い方としては陳述書ですけれども、そういう形 の書類というもの、これはある意味では県の方から何かご意見ございませんかという、少しなんていうのか、調査といいますか、そういうのがあってもいいと思います。で、どうもこれ私デスクの4回目ですけども、今まではもう数字ばかり並んでいると。まあ、最近の医療は人を見ないで数字を見るのが本職なのかもしれませんけれども、私としては確かに違和感を持っています。ということで、先ほどから発言出てきましたけれども、やっぱり当事者の名前を、生の声を聞くということをやっていただきたいという要望でございます。はい、十分にそのご指摘はですね、まあ、嫌味じゃないんでしょうけども、ご指摘を伺いたいと思いますが、別に医者が、あるいは医療がですね、患者を見ないとは私は思いません。数字を見ているとも画面を見ているとも思いませんが、まあ、ご指摘はご指摘として甘んじて受けますが、ちょっとムカッときましたが、はい、それとしてですね、富田先生の言うこともそうだろうなと私も思いますし、ただどういう意見をどんなふうに集めるかって非常に難しいのと、ここ裁判じゃないので、その何か受けた人がです、私はこう思うと言われてです、ね、じゃあどうするんだっていう、ここで何かの判断をするっていうことではなくて、現実に起きている科学的なものについて、そして起こっているさまざまな県民なら県民の反応について、どういうふうに考え、それに我々がどう対応するかということを議論する、その一つのですね、判断材料として、実際にお困りの方々の話を聞くというのはあるんだろうと思いますが、一方で科学的な判断をしなければいけないということもあるんだろうと思います。従いまして、今ご指摘いただきました点につきましては、県とも、よく相談の上ですね、議題に集まってくるもの、それから必要に応じて集める必要があればですね、そういったことについても皆さんの議論を経た上でお願いをしたいというふうに思います。ただ何度も申し上げますけれども、文書を持っていろんな意見が来ますよね。皆さんのところにもよく回って、ご覧になっていると思いますが、そういういろんな立場の意見がもう相反するものを含めてたくさんございますので、それをもう一つの意見として皆さんには受け止めをいただいた上で議論にご参加いただきたいと思います。他に何かございますか。ないですね。はい、それでは私の役割を終わりにしますが、最後に事務局から何かお知らせなどあればどうぞ。県民健康調査課の鈴木でございます。事務局で一点ご報告がございます。平成29年度の妊産婦に関する調査におきまして、平成30年3月16日の時点で未回答であった方、未回答であった対象の方に回答をお願いするためのハガキを送付しました際、誤ったオンライン回答用 ID、パスワードを記載したハガキを4040件送付するという事案が発生いたしました。このことにより正しいオンライン回答用 ID の対象者が回答途中であった内容を別の方が閲覧した可能性がある案件が3件判明いたしました。その3件の対象の方には医科大学において直接謝罪を行うとともに、誤ったハガキを送付した全ての方に対しては文書により謝罪を行いました。また医科大学において4月13日に記者発表を行いました。
今後は医科大学と本県でより一層連携を強化し再発防止を徹底してまいりますので今後ともよろしくお願いいたします。以上でございます。はい、これにつきましてはすでにご承知のことだと思いますが、まあ、この検討会の場で、まあ、県からそういうことを受けたということでございます。そういうことも医療なきようですねお願いをしたいと思いますが、特別さすがございませんね。それでは、特別なければ座長の役をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。次回の検討委員会の日程につきましては正式に決まりましたらばお知らせしたいと考えております。以上をもちまして第31回県民健康調査検討委員会を閉会いたします。ありがとうございました。